はい、こんにちは、グリードです。突然ですが皆さん、ロボットお好きですかね？僕自身はね、やっぱりこうメカメカしい量産ロボットが一番好きですね。というのも、僕は幼少期某ロボットアニメを見てしまったせいで、まあ、かなりのオタクになってしまったわけなんですよ。まあそれはね、今までこうゲームだったり実家のプラモデル部屋だったりをご紹介して、まあ知ってる方は多いんじゃないかなと思います。はい、そんなねロボット好きの僕ですけど、今回ねちょっととある新作のロボットゲーをやってみませんかっていうお話が来たのでやってみようかなと思うんですけど、まあ僕自身結構ねロボットうるさいですよってなったんですけど、まあ、かなりオタクな僕からしても面白そうなゲームだったのでご紹介したいなと思います。今回は新作無料のシミュレーション RPG メタルストームをやっていきたいと思います。このゲームはスマホと PC で2024年一応リリース予定ですね。そう、まだ出てないんですよ。僕自身はスマホゲーは普段やらないんですけど、このゲームはね、PC 版の公式の、エミュレーターがあるとのことで、今回それでプレイしています。ゲーム本編に行く前にサクッとこのゲームのストーリー解説。本作は新暦前91年、小惑星が墜落したことによって誕生した美浜島が舞台です。傭兵のカイとディアナは美浜島の軍隊、ノース連合とシンダーズの戦いに巻き込まれていくというね、傭兵の主人公になってストーリーを進めていくっていうシミュレーションゲームになりますね。小惑星墜落後から数年後、シエラム幻想からシエラム合金が開発され、まあ、これによってこのゲームにおけるロボット ST が飛躍的に進化したというようなストーリーになってます。このゲームの基本システムをご紹介します。戦闘に関してはターン制のシミュレーションゲームになります。まあ元々がねスマホがメインのねゲームになりますので、まあこう電車とかで気軽にプレイできるっていうところでターン制がいいのかなと思います。基本的に複数のね ST を操作して戦っていくんですけど、まあ AP と呼ばれるポイントを消費して、まあ技を出していく。そしてまあ操縦士によって射程だったり攻撃範囲で V 指定だったりが変わってきます。この V 指定っていうのがね、戦闘においてめちゃくちゃ重要です。戦闘中、頭、腕、足っていうね、まあ、異なるパーツを破壊することができるんですよ。例えば、足を破壊すれば、回避能力が落ちたりとか、敵が右腕に武器持ってたら、右腕吹き飛ばす。そしたらもう敵攻撃できなくなるんですよね。敵に狙撃キャラがいるから、いち早くスナイパーを潰すために右腕を潰すとかね、まあ、そういう風な戦略を練っていくっていうのが非常に重要になってきます。今回 PC 版でプレイさせてもらってるんですけど、非常にグラフィックも綺麗ですね。こちらノース連合大隊機動隊ローズデイズ少佐。すごい、あんな ST 見たことない。連合軍はあんなのを隠し持ってたの？システム面はご紹介できたと思うので、ここで僕がねカスタマイズした ST をご紹介したいと思うんですけれども、はい、まあ、このゲームね非常に細かくカスタマイズ塗装ができます。カラーリングのねバリエーションがめちゃくちゃ多いんですよ。もうなんかこの赤もね何種類あるんだみたいな。まだ解除してないけどメタリックとかツヤ消しとかね光沢っていうのもありますね。で機体からも一色じゃなくて 1,2,3,4 ってありますね。まあこの辺がいわゆるちょっと細かいアクセントになるようなカラーリング部分、こういうとこですね。でもちろん頭部だけ色を変えるとかねもできますし、左腕だけ変えたりもできますと。今回のね、僕のカラーリングはかなりこう、リアルっぽい、うん、ちょっとアニメっぽくない、リアルを目指したカラーリングにしました。まあ、こういうね、ちょっと赤とかね、イエローのアクセントがね、まあ、非常にこう、よりリアルになってるんじゃないかなと思います。はい。ちなみにこう、デカールとかもね、あります。ちょっとまだ解除されてなかったりしますけど、とりあえず01番っていう番号と、まあ、分隊のエンブレムを左肩につけたりしました。はい。そして、はい、武器ですね。武器もね、そう。カラーリング変えられるんですよ。まあ、派手な色に、あ、じゃあ赤もいいかもしれないな。あ、この辺も、ね、いろいろ変えられるけど、まあ、一旦ね、うん。一旦このね、ノーマルなグレーな感じでいきましょう。やっぱ武器といったらこれですかね。ちなみにスクリーンショットとかもね、撮れますよ。ここでね。二体目、ディアナちゃんのはね、赤色にしましたね。やっぱりね、赤は早くなるんで、3倍の性能になるんでね。やっぱ赤色にね、一旦しましたよ。非常にこれもかっこいいですね。もう一人はこれガチャの方で出たんですけど、ハービーちゃんね。まあ、非常に可愛らしかったんで、まあこう、白とピンクで、なんかちょっと女の子っぽくね、しました。で、この緑でね、アクセント入れて、なかなかいいんじゃないかなと思います。グランさんは、これね、ガトリング持ってて、これまだ僕塗装してなかったんじゃないかな。まあ男なんで、まあ適当でいいかな。まあこういう地味な色にしておきましょう。ね。アービーちゃんの邪魔を知れないぐらいの色にしてあげましょう。はい。
パーツの方も部位ごとに細かくねカスタマイズができるんですよね。ただあれ？なんかパーツ少ないですね。そう、パーツに関してはガチャの方で引いてください。はい、課金要素はガチャになります。はい、こういうね可愛らしいパイロットとともに ST がもらえるよっていう。僕これ今引けるのかな？一回だったら引けるかな。いらねえ。これでもこのおじちゃんかっこいいな。いかにもモブキャラの門戸。まあでもやっぱハービーちゃんかわいいですね。ハービーちゃんでいきましょう。というわけで実際にプレイしていきたいと思うんですけどもね。まあこういうふうに赤枠のエリアだったら、まあ自由に動くことができると。まあというか、攻撃をしなければ基本的に好きな場所に移動できるんですよね。結構ね難しいんですよ、意外と。割とゲームオーバーになるっていう。じゃあまずね、この右武器に今ログイン報酬で出たやつかな、結構強いのでこれで一旦攻撃してみる。あ、結構減りましたねこれ。命中率低下、ミサイルに気をつけて。さあ今ので右腕を吹き飛ばせたかな。ただ結構自分もダメージ食らったな。じゃあ今回次 AP3 ポイント使ってね、右腕にランチャーがねついてるからここを吹き飛ばしたいと思います。見えた。かっこいいディアナちゃんの赤機体。よいしょ。はい、これで相手はパンチしかできないと。結構これずるいよな。スナイパーキャラがだいぶずるい気がするんだけど、できれば全員スナイパーにしたい。グランさんはね一応回復ができるんだよね。で攻撃はねなんか弱かった気がする。まあまあまあそこそこ減りました。 OK。 さあ我らがハービーちゃん、ハービーちゃんにこれとどめさせてもらおうか。はい、 OK。 これでワンダウン。ナイスハービーちゃん。で貝がね、これうち腕がやばい。腕がもう2と4で腕ぶっ壊れそうやこれ。あね、これね、あの右腕潰したからパンチしかできてないですね。頭部で破壊してみるか、シンプルに。はい、これ2ダウン目ね。じゃあグランさんにこのチョンミリを倒してもろて、あと1人、これはいけるんじゃないかな。 OK。よし。ちなみにこれ2回目です。あの1回目ね、負けました。だからちゃんとこの限られたターンの中で、あの敵の腕を飛ばすのか、足を飛ばすのかってちゃんと考えないとね、いけませんね。あとフルボイスすごいね。あ、やべ、ごめん。ごめんなさい、僕の顔でディアナちゃんが隠れている。お、アタイキャラだ、アタイキャラ。アタイ姉さんキャラだ。アンナさん。アンナさんを救出するっていうミッションかな、多分。いろんな属性のキャラ、女性キャラの属性がもう全て揃ってる感じするな、このゲーム。頼もしい。あ、アンナさんあれじゃん、シールドじゃん、これ。シールド、あ、シールドキャラが出たってことがついに。はい。ガード。ジョブが守護者の操縦士はガードスキルが使える。なるほどね。あ、やった。これで結構生存率上がりそうな感じするな。の多分この銃強い気がするから。おお、ほらやっぱ強いね。これね、僕ね、なんかログインボーナスでもらった武器なんだけど、レベル25なんですよね。で他のキャラが持ってる武器、初期武器はレベル1とか2なんで、ちょっといいのかな、これログイン報酬でもらっていいやつなのかな。なるほど。はい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 、近くにいれば自動でああいう風にガードを入ってくれるんだね。いいね、このアンナさんのキャラクター、この緑色で、あ、ちょっと待って、待って、盾壊れたんだけど。あれ、盾壊れちゃったよ。は、早ない？早ないっすか？射撃入りますよ。右腕ぶっ飛ばそうか。基本的にスナイパーがやっぱ異常に強い気がするんだけど。はい。ほら。これであれ、敵パンチしかできないからね。はい。パンチはもう全然痛くないです。12ダメだって。縦になる。え？縦ないのに？アンナさん！さっきからね、グランさんが攻撃できないんだけど、あれかな？射程が足りないのかな？これ。この人何もしてないんだけど。アンナさんにとどめさせてもらって、オッケー。クリアかな？これで。あんたらがいて助かったよ。ひとまず安心さ。ストーリーどれぐらいあるのかね、ボリュームどれぐらいあるのかっていうのはね、把握できないんだけど、まあ、フルボイスだったら相当すごいよな。
はい、というわけで今回はハイエンドメカ RPG メタルストームをプレイしていきました。まあ感想としてはそうですね、まあロボットのカスタマイズも非常に幅広いですし、まあロボ好きとしては非常に楽しめるゲームになってると思います。で、基本的にシミュレーションゲームってことで、まあスマホで、まあ結構通勤通学中も、まあ、気軽にプレイできる内容じゃないかなと思います。1ミッションもね、そんなに長くないです。本当、まあ早くて5分とか、まあ長くても10分以内には終わるようなボリュームなんで、まあサクッとプレイできるっていうところは非常にいいかなと思います。ストーリー自体もフルボイス、日本語フルボイスで声優さんも豪華なので、まあかなりこう見応えがある。まあ心配なのはボリュームですかね。こうストーリーのボリュームが一体どれぐらいあるのかとか、あとアップデートね、追加機体とか、一体どれぐらいあるんですかっていうのは、まあちょっとまだね、リリースしてからじゃないとわからないんですけど、まあ PC 版もありますし、まあ無料でプレイできるっていうところで、まあ気軽に始めやすいとは思います。累計ログインボーナスとして S クラスのキャラクターももらえるらしいですね。セブンちゃんとナオミちゃんですね。S クラス、僕が使ってた初期キャラとか B クラスなんで、まあかなり、かなりレアキャラがまあログインボーナスでもらえるっていうのはまあいいのかな。で、10連ガチャっていうのもありまして、まあ好きなキャラが出るまで何回も回せるっていう、まあ優しい仕様にはなってます。他にもまあ PC 版ログインしたらログイン特典がもらえたりだとか、まあログイン特典はだいぶ豊富ですかね。気になった方は動画概要欄の方からぜひチェックよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。